岡見駅は、島根県浜田市三隅町岡見にある、西日本旅客鉄道3位本線の駅である。築堤上にある、高架駅で、カーブを描く、島式ホーム一面二線を持ち、列車の行き違いが可能。駅舎は、港内南側にあり、駅舎とホームは、地下通路で連絡している。浜田鉄道部管理の無人駅となっており、以前は駅舎を抜けたところに乗車駅証明書。 発行機が設置されていた。なお、南側の路線に下り、列車が北側の路線に上り、列車が停車する。かつて併設されていた日本貨物鉄道の貨物駅は、専用線発着の車扱い貨物の取扱い駅であった。駅の東側、中国電力三住発電所へ専用線が続いている。この路線は発電所建設に伴い1992年に、 経路変更された山陰本線の急線の一部を再利用したものである。ミネ駅から東駅まで、朝駅、新山口駅経由で1日1往復の貨物列車が運行されていた。ミネかみ間では炭酸カルシウムをお上ミネ間では石炭梅を輸送した。宇部鉱山セメントサービス所有の私有貨車の多機1100、軽貨車を使用して、 双方向輸送を行っていた。この列車は2014年に廃止された。1日平均の乗車人員は31人である。2004年度は70人、1994年度は106人、1984年度は155人だった。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。快速、アクアライナーの隣の停車駅は列車記事を参照のこと。 なお、アクアライナーの下り便は、終点のマスダ駅まで全て各駅停車。ありがとうございます。